優勝戦4号艇の武富智明選手です。よろしくお願いしますよろしくお願いします準優勝戦は2コースからの攻め2着で優出ということになりました今節は勝ち星が4回あるわけなんですが足の方の仕上がりはいかがでしたかはいもういい足してると思いますはい。前節お盆レースで荒井照俊選手が輸出4着という エンジンジそしてプロペラだったんですが結構、新井選手は個性的だと言われてるんですがいかがですかそうですす、ね、かかそうねなり特徴ある形してると思いますはいでも今回は予選が短いからそのまま基準にして乗り継ごうかなとおっしゃっていましたがそうですね、もうえっとまあ、乗ったことあるんでで、まあ、調整できるかなと思ってそのままはい今回は乗り手の方を合わせていくとおっしゃっていましたが足の特徴としてはどんな仕上がりでしょうか。今はもうバランス取れて いいいと思います、はい、準優前の一戦では5コースから綺麗なまくり差しが決まっていましたが、はい、では乗り心地等を含めて上位に近い感じですか、はい、いい出来していると思います、はい、スタート間の方なんですがこちらはいかかがですかちょっと早いのはあんま分からないんですけど、まあ、いい自分なりにははいい、けてますね、はい、優勝戦の枠は4枠ということなんですがコース作戦面はいかがお考えですか。まあ その近辺から来たいいですはい、これは外からの前付けがあった場合は、ダッシュ戦で思い切っていってもいいかなというそうですね、その時に考えますはい今季に入って、7月の墨の絵で接戦の末、初優勝、これが20回目での初 V だったわけですが、このあたり、いやまあ、はい、よかったですね、ほっとしてますはいやっと取れたかなと、はい、はい、そしてまた2つ目のチャンスが巡ってきました。 はい、思い切っていけそうな足ではありますね。はい、そうですね。優勝したいと思います。はい、わかりました。今期はこれが3回目の輸出、そしてデビュー2度目の優勝がかかる一戦です。ファンの方に一言お願いします。はい、明日もスリッパ走ります。船券買ってください。